中華人民共和国石膏省、杭州市の老古道用紙にある流洋流洋は、主として中国の政治をはじめとした陶磁器生産に用いられた斜面を利用した短質の釜である。いわゆる抗議の上り釜の一つの形態といえる。現在は韓国、タイ、ベトナムなどでも見られる。釜体は全体として細長いソーセージ型をしており、煙を出しながら、 斜面を下る姿、もしくは日潟木々によって登る姿が、竜に似ていることからこの名称があり、形状にちなんだ別名として、ムカデ用とか、ヘビ用を呼ばれることもある。竜用は、その構造上の山がちな場所に作られる。つまり、立地条件として、地下水の影響を受けずに製品を調整、乾燥させやすい、自然地形の斜面をそのまま利用して釜を築くことが、できる 調整のために用いる木材や製品を作るための粘土が入手しやすい。農業用地として利用しにくい産地の有効な活用ができ、失敗した場合の廃品の処分についても気兼ねがないという事情がある。様子交流域に近い石膏省、チャンス省、水見南省や河南地方の関東省、厚生省の山がちな地域で良質な粘土が採取できる場所の近くに築かれた。 竜葉の模式図、矢印で刺した以外に似たような小さな丸や楕円があれば投げ焚きぎ穴である。竜葉の釜太鼓作りは一番下の焚口のある釜頭、本体部分の釜室、煙出しのある釜尾に区分される。釜頭は丸く作られて中央よりやや下の部分に焚口が設けられている。さらにその下に釜の底面に密着して小さな通風口が設けられ。 火力を強くして焚き木などの燃料を十分に燃やすことができるよう工夫されている。釜室とは素地の器を置く本体部分である。釜室の底には砂を敷いて釜の底面を保護するとともに釜道具がやたらに動かないように固定した。塔の末期頃に鞘が出現し釜室に素地を直接置けるように出入り口が付けられるようになった。 釜の傾斜は8度から20度くらいであるが、館代には30度前後の傾斜を持つ釜が作られた。また、小生に適した温度を維持するために、釜の長さは長くて80メートルくらいまでが限度であり、50から60メートル以内のものがほとんどである。釜鬼は釜室内の温度を維持するため、小さい狭間口だけが開けられて煙出し施設に繋がっている。 煙突は基本的に不要であったが、後に煙突を設ける者も,も現れた。流用の最も古いものは、陰の時代にまで遡る。厚生省、清江県呉城で発掘された呉城文化の遺跡では4基の流用が確認されている。そのうち比較的保存状態の良い六号用は、陰の終末期の窯であり、長さ7.54メートルが残存しており、幅は1メートル前後。 底面は一度54分の傾斜で、ほぼ平坦に近い、滝木を横から入れるための投げ滝木口が、片方の側面に9箇所設けられている。滝口は、滝木を入れてから適度に燃焼した時期を見計らって、土線という一種のレンガのブロックで塞ぐ、その後、滝口に近い順に投げ滝木穴から滝木を投げ込んでいくと考えられる。この窯では、 陰門高等と呼ばれる土器と原始政治を焼いている。石膏省では、上、恐れし百官鎮の二号用が陰台の釜にあたる。全長高点1メートル、最も幅の広い部分が1.22メートル、釜床は16度の傾斜を持っている。この釜では陰門高等のみを焼いていたようである。広東省博楽県園。 島チンでは、春秋時代早期と考えられる、流洋が発見されている。この釜は、釜床が20度の傾斜を持ち、全長が15メートル、幅2メートルくらいの規模を持つ。春秋戦国時代を通じてこの釜の周辺1万平方メートルに陶磁器を焼いた釜跡が分布している、ことが判明しており、この釜跡群で焼かれたと推定される。 ヘラ記号を施した陰門高等や原子政治が周辺の春秋戦国時代の墓からも副葬品として発見されている。洋子港の河口の南方、江州湾の南岸にあたる石膏省昇降県、富森沈長築園でも戦国時代に属する流洋が発見されている。鎌柱部分が館外用水利施設工事の際に破壊され、 本来は4から6メートルあったと考えられるが、長さ3メートル分が残存していて検出された。釜壁は20センチメートル残存しており、天井部分は崩落して失われている。釜の底面は16度で傾斜し、焼成による12センチメートルの体積が確認されている。窯道具は土などが出土しているものの、基本的には、 滝口の近くに、素地の器を直接置いているため、生焼けであったり、焼成の状況は良くない。石膏症状を恐れ県連校校舎くれない、光大隊長資産で発見された2機の竜葉は、五感時代のもので前半部が破壊されていたがそのうち一号葉は、3メートル90センチメートル、幅2メートル前後で残存していた。傾斜は、下半分で28度であるが途中で21度に、 変わっている。釜の底面には粘土が塗られてその上には砂が2層にわたって敷かれていた。その仮層は熱を受けて硬くなっていたが、上層は釜道具を支えるために柔らかな状態であった。釜壁は3 0トル強4 0トル強程度残存していた。釜の下半分の釜壁が分厚く壁面が一旦 高熱で溶けた後凝固している様子が伺われ、上の方に行くに従って薄くなり、残存していた遺物も赤焼けで脆くなっている。このような残存している窯壁の立ち上がりや、窯体内に残っている器や窯道具の大きさから、天井の高さは110センチメートルくらいであると推測される。二号用は一号用とほぼ規模、作りとも同じくらいで、釜床の傾斜は、 下半分で31度、上半分で14度の傾斜である。1号、2号とも釜道具は、ほぼ原位置を保って残されている。釜体内は、釜の傾斜が急になっていて、釜の内部は1250から1300度くらいになっていたと推定され、器の素地が生焼けにならないように、釜道具で高く積み上げて釜詰めを行い、以前の釜に比べて、 格段に効率が良くなっている様子が伺われる。口述する近隣の三国時代の釜が長さ13メートルくらいであったことから考えて、釜の全長は10メートルくらいではないかと考えられている。上、恐れ県連高校舎両古代大安山では、長さ13.32メートルの三国時代にあたる流洋が発見されている。燃焼室は、 半円形で最も長い部分は 80cm で、素地を焼く釜床よりも 42cm 低くなり、厚さ 11cm の障壁で仕切られている。釜頭が失われているため、焚き口と通気口については、状況がわからないが、長方形の作業場と思われる粘土時期の広場以降が確認されている。釜室部分、すなわち焼成室は、 底面は地山に一層の砂を敷いており、下半分は13度、上半分は23度に傾斜し、長さは10.29メートル、幅は2.1から2.4メートルであった。釜壁は30から37センチメートル、残存していた。釜室と釜を区分する場所には、障壁が高さ10センチメートル残存しており、 そこから57から80センチメートルの位置に5本の分、炎柱が発見された。高さ15センチメートルで、非熱の仕方から上に壁はなかったと推定される。分け炎柱の後ろには、粘土の塊が置かれていた。おそらく火の勢いを調節するためであったと思われる。釜道具は釜室中央部分に集中しており、釜室の後ろ部分、 すなわち釜の上の釜を付近には釜詰めがほとんどなされなかったと思われる。三国時代までの流用は10メートルくらいの狭い釜室で釜体の幅を広く至急な傾斜を用いることによって高温を維持して焼成を行う小規模な釜であった。進むの時代の流用は貫子を校舎くれない光大体長古山の五冠時代の釜の製法で発見されている。 釜室の後半部分と釜尾の煙出し部分の長さ3.27メートルが確認された。幅は2.4メートルで、釜室部分は2.5メートル残存しており、釜床の傾斜は10度であった。釜の底面には砂が敷かれて、釜道具が規則正しく並んでいたと思われる痕跡が見られた。おそらく釜の天井には投げた木木工が設けられ。 近室に素地が焼けるようになっていたと思われる。南朝時代にさらに規模が大きくなっていったと思われるが、冷水圏旅行の流用は中間部分の10.5メートル部分しか確認されていない。近隣には灯台の流用があり、残存部分で39.85メートル、幅1.7メートル、釜床の傾斜10から12度である。釜の天井の投げた木木港は直接、 確認できなかったが、このように、釜体が長い釜で均質な調整をするなら、投げた木気巧が設けられなかったとは考えられない。南京博物院が調査を行った、技巧師修養のうち、東大の釜は、残存部分で28.4メートル、下半分は2から4度、中央部から釜尾までの部分は5から10度の角度で傾斜させていた。釜壁は長方形のレンガを積み上げている。 釜頭に幅0.7メートルの滝口があり用室の側面に出入り口のような痕跡が見られないことから釜頭部分から直接出入りして釜詰めを行い、焼成が終わった後に焼き上がった器を釜出ししたと思われる。中東から万島、すなわち8世紀中央から9世紀にかけては鞘が出現して使われるようになった。鞘を使うことによって製品を高く積み上げることが可能になり、 多量の釜詰めが可能になるのみならず、釜室の天井の高さも高くできるようになった。そのため、横に釜への出入り口を設けて直接出入りできるようになった。コナン省調査同官用で発見された2機の竜用の、うち1号用は幅3.3メートルで釜体の下半分が残っており、釜頭と釜床の下半分が確認できる。 滝口の幅は0.8メートルを測る。二号用については幅3.2メートルで上半分の釜床と横向きで長方形の煙出しの釜尾の部分が確認された。一号用、二号用ともに釜床の傾斜は20度である。二号用では釜壁が高さ1.4メートルまで残っており、西側中央部分に出入り口が確認されている。代の流線用では長い釜体を持つものは、 長さ80メートル前後にまで達した。幅は2メートル前後、天井までの高さは2メートル弱で一度に2から3万点の製品を釜詰めすることができた。南宋の終わり頃になるにつれて、釜の長さは短くなり流線用洋杉中、立山二号用は比較的依存状態が良く、残存部分は46.5メートル確認されている。 実際の長さもやや長い程度であろう。林安の高段下巻のようなうち一機は23メートルしかなく製品の質を上げることに特化した窯であることを示している。釜頭には狭く長い滝口があり、その下には火力を強めるための通風口がある。釜床の傾斜は10から20度の間で推移していて、下半分。 すなわち前の部分は急に立ち上がり、上半分すなわち後ろ部分は緩やかになっている。釜の壁には廃棄された鞘やレンガ、岩壁を用いている。側面には2から3メートルおきに片側に釜門と呼ばれる出入り口を設けるものと交互に両側に設けるものとがある。釜の天井の両側には投げた木機構がおむね等間隔に設けられ、 釜室の最後部の壁の下には幅2メートル以内の釜であれば、狭間孔が7個設けられている。煙出しは、レンガや、鞘や石を使って、横向きの長方形に作っているものや土孔を掘って、煙出しにしているものなど様々である。流線圏、安福石大門山の流用は幅2.3メートル。現代の釜に一部壊されているものの42.9メートル。 残存していて、横にサーリホのお壁を多数設けており、天井まで届くものもある。壁の下部には6から7個の狭間ま子があり、連棒式のボリガマの線区をなす窯である。福建省特化県の靴と具用は、長さ57.1メートル残存しており、窯体の幅は1.4メートルから2.95メートルである。 釜室を障壁によって17室に分けていて最も長いもので3.95メートル、最も短いもので2.45メートルである。障壁の下部には狭間交互から8個設けており、その大きさは高さ26センチメートル、長さ20から22センチメートル、幅8から19センチメートルくらいである。日本の江戸時代初期に現れた、咲岳型連帽式のボリ釜によく似ている。 秋代の階段用の先駆的な形態といえる太鼓忠国には流用の由来にまつわる伝説がある太鼓に全身が真っ黒な竜のウーロンがいた成長したウーロンは玉光大帝から農業と降雨の管理を命ぜられ太鼓の水を飲んでは雨として地上に吐き出していたある日玉光大帝が太鼓の西にある低山と食山の付近の人々が 展開に敬意を払わないことへの罰として、その地域への行を禁じた。しかし、ウーロンは、この地域の人々がひどい干ばつに苦しんでいることに、胸を痛めて、金を破って、雨を降らせた。玉光大帝は起こり、ウーロンを罰するべく、天平天章を差し向けた。ウーロンは彼らと戦ったが負傷して地上に落とされた。ウーロンの遺体を見つけた人々は、 ウーロンが雨を降らせたことに感謝しつつ埋葬した。数年が経つと埋葬場所にいくつもの洞窟が現れ、ウーロンの鳴きが消えて地下に長い空洞ができていることが分かった。さらに、この空洞内で陶磁器を焼くと、焚き木の量も時間も節約でき、かつ多量の製品を高品質で作れることも分かった。 その後多くの陶磁器が生産されたことから、この地方は、ウーロン用と呼ばれるようになり、多数作られた、同様の形態の焼け用は、流用と呼ばれるようになったという。ABC 水上和則、焼き物用の歴史、セラミックス博物館、日本セラミックス協会、2016年12月10日閲覧、用衛星、流的伝説あざこう、 流用的伝説ウーロン大戦、天平天進む。文化教育マイナス2012春節九州流。アグリ改括軽量眼管ン,ンカートモゲ春春節資料。中国台湾網。2016年12月10日月覧、紫イサゴ伝、文化東方、香港商法網。2016年12月10日閲覧、ありがとうございます。